川端です。よろしくお願いします。今回はですね、64分のカッコ 8x 引く16の2乗を簡単にしなさいという問題です。この問題なんですけども、これを普通に展開しようとするとですね、数がちょっと大きくなってしまいます。なので工夫して計算します。この 8x-16 というのはですね、これ8でくくることができますね。つまり 8x-2 っていう形に変形することができます。で、今それを2乗したものなので、これも2乗すると、括弧 8x-16 の2乗は中括弧 8x-2 括弧閉じの中括弧閉じの2乗という形になります。そしたらですね、この2乗をですね、それぞれを2乗することになります。括弧 AB の2乗と言われたら、これは A の2乗 B の2乗という形に変形することができます。したがってそれぞれ2乗して8の2乗括弧 x-2 括弧閉じの2乗で、8の2乗は64。だから64括弧 x-2 の2乗という具合になります。そうすると、この式はですね、なんと64括弧 x-2 の2乗。これを64で割ったものということになるので、ここで64で約分できますから、そうすると括弧 x-2 の2乗という具合に出ます。この形でもいいですし、展開した x2 乗引く 4x たす4を答えにしてくれても構いません。わかったかな？以上で解説終わります。では。